それでは次招待公演3件お願いしてございます。最初はですね、ライフサイエンス統合データベースセンターセンター長の高木先生に、ライフサイエンスにおける統合データベースの構築と課題ということでお願いいたします。高木先生、よろしくお願いします。今ご紹介いただきました、ライフサイエンス統合データベースセンターの高木と申します。私は今この直前のお二人の先生から非常に一般的な大きなお話ございましたけれども、私はライフサイエンスという文脈でどうなっているかと少しより具体的なお話をさせていただこうと思っております。で、今日はライフサイエンスのご専門じゃない方も多数いらっしゃると思いますので、最初にライフサイエンスの研究動向と課題を簡単にお話ししまして、その後、データベースとか先ほど少しご紹介いただきましたけれども、ワンの そのライフサイエンス統合、プロジェクト、このあたりの話をしていこうと思っております。さて、ライフサイエンスの動向ですが、これ非常に説明するのなかなか大変なんですが、非常に誤解を恐れずに大雑把に言いますと、目的は遺伝子がの型がどうなってるってことと、それからフェノタイプとか表現型といいますけれども、我々の体のいろんな病気であるとか形であるとかですね、いろんなその脳の機能であるとか免疫であるとか、そういうものとの関係がどうなっているかを明らかにしようという、そういうことだと考えていただければいいというふうに思います。で、こういう目的の中で最近非常にここ10年20年ぐらい進歩してまいりましたのが、いわゆるハイスループットな測定装置でございます。DNA シークエンサーとか DNA チップというような言い方もございますけれども、そういうようなものが非常に出てきたと。で、こういうことが背景にありなりまして、非常に安価に大量にいろんな体の情報、ゲノムの情報を測定できるものですから、当然ながら大型プロジェクト、大規模プロジェクトが始まっていると。ヒトゲノムプロジェクトは今から20年ほど前に行われまして、今から、10年近く前に終わりましたけれども、それ以外にも我が国ですと、例えばタンパク3000というタンパクの形を決めるプロジェクトでありますとか、GWAS というのはジェノムワイドアソシエーションスタディといいまして、いろんな患者さん、病気の患者さんを集めてきまして、100人とか1000人というオーダーで集めてきまして、その人たちに共通する、例えば糖尿病なら糖尿病に共通するその遺伝子の型は何かというようなことを大規模に調べていくと、こういうようなプロジェクトでございます。で、ヒトゲノムプロジェクトが終わりまして、ポストゲノムプロジェクトということで、これはどうして起こったかと後で少しお話しますけれども、そういうものがいろいろ展開されています。タンパク3000とかいうものもその中に位置づけられることですけども、最近はまた状況が変わりまして、ポストゲノムプロジェクトということで、この上に書きました次世代シークエンサーっていうのがまた発展してまいりまして、ポストゲノムと言ってもですね、なかなかそのうまくそのデータの解釈ができないものですから、そのまた、この次世代型シークエンサーと呼ばれるものが出てまいりましたこともありまして、またゲノムに戻っていくといいましょうか。他のデータはどちらかというと文脈依存のことがございます。ゲノムはそういうことがございませんので、またそのゲノムを見ようというような動きにもなっております。で、こういう大量データ、大規模プロジェクトの推進ということで、それを解釈するためのバイオインフォマティクス、あるいは先ほど冒頭に、遺伝子の型と表現型という話しましたけど、それが1対1に対応していれば割と簡単なんですけども、N 対 N に対応しているということで、複数に絡み合っているものですから、もう少しその単純なスキームではなくてシステムとして解いていこうと、複数の遺伝子の関わりがどうなっているかを調べていこうというような感じの、それを制御工学的に調べようというシステム生物学などが起こってきております。さて、それでゲノム解析を少し取り上げますけれども、これはゴールドという、データベースの一つのエントリーといいましょうか、表なんですけれども、この真ん中、細かいことはもう省略しますけど、真ん中をご覧いただきたいと思いますけれども、7265の、ゲノムプロジェクトがあるということでございます。皆さん想像されているよりずっと多いんじゃないかというふうに思います。で、左側の方の1273というのが今もうすでに決まったもので、それ以外がいろいろそのバクテリアなり、そのいろんな真核生物なりですね、そういうものがプロジェクトがその周りに今オンゴーイングと書かれてますけども、それを足すと7000を超える、オンゴーイングのものも含めると7000を超えるゲノムプロジェクトがあるというのが、この5月、今年の5月14日の、昨日の、状況でございます。で、こういうようなプロジェクトがございまして、じゃあ具体的にどれぐらいのデータが出てるのかといいますと、これは DDBJ という三島にあるその、我が国のデータバンク、これは先ほどご紹介のあったジェンバンクと中身は基本的に同じと考え
データを交換しておりますが、中身は同じでございますけれども、そのちょっとこの表見にくいですけれども、データの量、ゲノムの ATGC の量にいたしまして、約1100億のデータが入っていると。からエントリーに関しまして、右側の数字ですけれども、1億、2000万ぐらいの、エントリーがあるということでございます。でこういうふうにその今ゲノムのプロジェクトをお話ししましたけども、先ほど少しお話したようにですね、ゲノムを決めてもなかなかその、どうして病気になるのかということがよくわからないものですから、その2003年ぐらいに人ゲノムが決まった後ですね、いわゆるポストゲノムということで、ちょっと今日は時間の関係で詳しくご紹介いたしませんけれども、遺伝子のスイッチの貼り方を調べる DNA チップなどを使ったもの、それからタンパク質の構造、それからタンパクと DNA、あるいはタンパクとタンパクがどう相互作用するかというようなものを網羅的に集めるプロジェクト、あるいは生態の中でどういうふうな、情報が伝わっているのかということをパスウェイを、網羅的に調べるとかですね、あるいはその、遺伝子が変わった時にその、ここにある表現型なんですが、羽の形がどうなるとか、目の形がどうなるとか、色がどうなるとかですね、いうことがその背景にある、多系と呼ばれるその個人のデータ、遺伝、ゲノムの違いと、こういうものを、網羅的に集めようというプロジェクトが多数行われております。で、それに伴って、データベースも多数できている。またこういうことを、網羅的に集めてくるような技術が、先ほど申しましたけれども活発に開発され実用化されているという状況でございます。でこういうような背景がありまして、我が国でもですね、これ今から 5,6 年前の、から始まった状況を説明しておりますけれども、ざっくりと言いますと年間3000億円ぐらいのオーダーのお金を投入して、今申し上げたようなデータを網羅的に集めてくるというプロジェクトが、ここにありますように、文科省だけではなくて厚労省、農水省、経産省というこういう、大雑把に4つの省で、大規模に展開されているわけでございます。でこれらの目的は基本的にはそういう網羅的なデータを集めるデータベースを作るということでございますけれども、後から少し詳しくお話ししますけれども、これらが必ずしも皆さんが簡単にアベイラブルになってないと、使えるようになってないし、それから、使えるようになっていってもなかなかその、いろいろ辞書が整備されてなかったり、そのそれぞれのフォーマットで提供されているものですから、なかなかこれらをうまく集めて、使うことができないという状況でございます。で今言ったようなその大きなプロジェクトがあるんですけど、少しデータベースの観点で眺めますと、先ほどお話ししましたゲノムプロジェクトはゲノムの配列カタログを遺伝子のカタログを作るということがありまして、いわゆるその構造のデータを集めてくるタンパクの立体構造もそうでございます。でこれだけでこれを見て分かればよかったんですが、なかなかその、生命現象が解き明かせないということで、その遺伝子のスイッチの入り方でありますとか分子の相互作用でありますとか、そういうものも網羅的に集めようというふうなことが出てまいりまして、で最近ではそれだけでもまだよくわからないので、この右側の方ですね、このパスウェイとか疾患とか変異型とかいろいろ書いてますけども、こういうものを集めてこようと、これはもちろん網羅的な実験手法もございますけども、多くは論文にも書かれておりますので、論文を読んでそこから知識を取り出すというようなことも、いわゆるテキストマイニングと呼ばれることも活発に行われていると、こういうような大きなデータベース開発の流れがございます。さてそれでこういうようなそのデータベース、いろんな種類のデータベースがあって、これらを一言で言いますと統合的に解釈しないといけない。例えばこれですと、そのゲノムの配列と例えば病気との関係がどうなっているのか、それらのそこにあるようなデータ、いろんな多種類膨大なデータをその眺めて関係を見つけていくということでございますけれども、じゃあこういうようなデータベースが簡単に作れるか、あるいは統合可能になるかということになりますと、なかなか難しいわけでございます。でそのゲノムのとか遺伝子はですね、そこの一番上にありますように ATGC の文字を並べて書くわけです。 AAGTT とか C とかですね、これは割と簡単に書けます。タンパク質の形に関しましても、それなりに原子の座標の配置を書けばよろしいわけですけども、そこの下になってきますとなかなか難しくてですね、例えば分子間相互作用というものは、これは二項関係ですから、タンパク A とタンパク B がくっつくという、テーブルにすれば簡単なように見えるんですが、実はじゃあその相互作用が起きた場所はどこか、どの細胞かとか、どういうステージで起きたのかというようなことを記述しようとすると、この下にありますように、そういうデータ取得した文脈ですね、これはいわゆるその言葉で記述するわけですけども、こういうものがなかなかまだ標準化できないものですから、一番上のその分子レベルの
話は割と世界的なデータベースの標準化みたいなのが進んでおりますけども、2番目のものになりますと必ずしも今言ったような状況でうまくいかないわけです。ましてや最後の方の一番下に書いてあります機能とか表現型といいますと、メンデルの法則のさ、エンドウ豆の話もありますけども、豆が赤いとか、赤いじゃないですかね、シワが寄ってるとか丸いとかいうのもあれやっぱり言葉で表現しないといけないような状況がございまして、そういうものをどうやってみんな標準的な言葉で記述するのかということがございます。そうするとそこにありますように、あるものは画像で表現したり、あるいはそのあるその工事の行動みたいなものですね、ぐるぐるハエが飛んでるとかですね、ゆっくり動いてるとか、そういうものを例えば動画で表したりとかですね、あるいは今申しましたようにいろんな言葉で表現する、階層構造で表現する、で動的な振る舞いですとある種のその微分方程式みたいなものを作って記述する。でこのあたりのところはまだまだ研究段階でございまして、これをどうやっていくかってことがその生物学の今申し上げたようなデータを整理していく、あるいは統合していくということで非常に今重要になっておりまして、こういうところがこれからまあ取り組んでいかないといけないところでございます。さてそれから、今データベースの話しましたけど、当然のことながら、論文も非常に、膨大になっておりまして、その左側がざっとした、表ですけど、右側の数字がエントリーですが、だいたい1800万件ぐらいの論文が、先ほど言いましたパブメドっていうものに入っていると。これ右側がそれをグラフ化したものですけども、最近こう立ち上がりがあった、カーブがきつくなっているのが、ご覧いただけるかと思いますけども、これぐらいの、およそ1900万とか2000万ぐらいのオーダーの論文を相手にして、その先ほど申しました、いろんな遺伝子の、がこれまで調べられたということが分かっているかなどの、その人間が読むなり、あるいはその、テキストマイニング的な手法を使って処理をしないといけないという状況になっております。で今言った話をまとめますと、3つの観点でまとめられるかと思いますが、1つは、データの爆発っていうのが起きておりまして、その塩基数だけでも、DNA の塩基数だけでも非常に、大量のデータがございますし、から先ほど少し申しましたが、次世代型シークエンサーという超並列でゲノムを読むという、技術がどん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 発達してまいりまして、これ右下の方がそのグラフですけども、これ実は対数グラフになっておりまして、大体2、3年で1桁上がるというような感じです。でコンピューターの その、処理能力の伸びに関しましては、ムーアの法則っていうのがございまして、確か、18ヶ月で倍になると、1年半で倍になるというのがございましたけども、実はこの次世代シークエンサーのパフォーマンスの上がり方はそれを超えておりまして、そうすると、どう処理するかという問題が出てきます。これは後で少し触れますけど、でそういう状況でございますので、ヒトゲノムは30億でございますけども、それが1日1台で、その3倍ぐらいの量が出てきてしまうと、これまではヒトゲノム計画はですね、大体15年ぐらいかけて3000億円ぐらいの予算を投じて行われたんですが、今そのゲノムを1人のゲノムを決めるのは大体もうすぐ1000ドルぐらいになると、あるいは将来100ドルになるんじゃないかというふうなことまで言われているような状況でございます。あと顕微鏡なんかのデータも非常に急増しておりまして、そういうところでデータ爆発が起こっている。で知識の数え方はなかなか難しいわけですけども、論文というふうに考えますと1900万件ぐらいで、これも非常に急速な伸びを示していますし、先ほどご紹介があった論文のアブストラクトだけなくてフルペーパーそのものが読めるようになってきておりますので、これも非常に今何百万件というオーダーで、読めると。当然それに伴ってデータベースもいろんな種類の、先ほど申しましたように、ポストゲノム、ポストポストゲノムというような形で、さまざまなデータベースが作られておりまして、メジャーなものだけでも世界に1万ぐらい、日本でも500ぐらいのオーダーのものがあると。でこれを、解析するツールがまた2000とか、ぐらいのオーダーのものがございまして、どのデータベースにどのプログラムを何をすればいいのか、非常にその分野の専門家以外はなかなかわからないような状況になってきているわけでございます。でまとめますと、今申しましたことをざっとまとめます と、そのハイスループットな装置が出てきて、またそういうもののニーズが出てきまして、いろんなそのデータ生産を試行したいろんなプロジェクトが行われていると。でそういうものを背景にしてデータ爆発、知識爆発、データベース爆発が起きていると。でそういう中で最初に長尾先生からもご紹介ありましたけども、データを囲い込むと得な状況が生まれてきているわけですね。隠した方がいいと
ような法人化もございますし、バイドールもございますし、いろんなもので、データの囲い込みってことが行われている。そうすると、その国のプロジェクトでそういうデータを作っているにもかかわらず、それを皆さんが利用できないという非常に矛盾した状況が起きておりますし、いろんな学問の当然の成り行きですけれども、細分化、断片化ということが起きているというわけでございます。で、当然のことながらこういうものを解消しないと、共有していかないと、新しい知識イノベーションにつながらないというようなことでございます。さて、それで、これまでざっとそのライフサイエンスの動向とそれにまつわるデータあるいはデータベースの話をしましたけれども、じゃあそういうものを今後どう解消していけばいいのかということで、少しそのプロジェクトのお話をいたします。ここにありますのが、我が国におけるライフサイエンスの問題点でございます。これはこの中にはもちろん世界的に問題になっていることもございますけれども、我が国で特に顕著になっている、それはこれまで少しご紹介があった背景等が絡んでいるわけでございますけれども、ここにあるようにいろんなデータベースが作られているにもかかわらずですね、どこにあるか、どれを使っていいかわからないとか、大量にデータが出てくるものですから、なかなかそれに信頼性の高いその意味付けができてないとか、先ほど3000億円を投じてプロジェクトが進んでいると申しましたけれども、またさまざまな理由からですね、なかなか成果公開が進んでないと、あるいはプロジェクトが終わるとそのデータベースのメンテナンスがされずにどこかに消えていってしまうという状況でございます。それだけ3000億を投じてですね、論文を出るだけではなく、その3000億のデータの大部分はデータというものに変わっているわけですから、それを有効活用しないといけないわけです。で、当然のことながら、先ほどからお話ししましたようにオントロジーとかいろんなフォーマットというものが統一されてないものですから、なかなかその、他人のデータを利用できないし、違う種類のデータが利用できない、こういう状況がございます。で、こういうことを踏まえまして、今からこういう問題になりましたのは数年前でございまして、内閣府総合科学技術会議でいくつかの、検討がなされてまいりました。で、左側が簡単にそこで行われたことでございますけれども、平成17年、少し古くなりますけれども、連携政策群ということで、いろんな省庁にまたがるプロジェクト、どこに重複があってどこに欠落があるかということを調べた結果ですね、データベースの統合というのは欠落しているでしょうということでスタートしたわけでございます。で、その後、いくつかございまして、後でお話しますけども、ライフサイエンスに関する、データベースセンターを作ろうというような動きになってきております。で、右側が各省関係府省の取り組みでございまして、文科省、農水省、それから経産省に関しまして、いわゆる統合データベース、ライフサイエンスの統合データベースプロジェクトというのがございます。厚労省にはございませんけれども、類似した動きがございます。で、こういうものをどうやって束ねていくかということが、制度的と言いましょうか、国の中での取り組みとして非常に重要だということが言われてきているわけでございます。で、この時にですね、ここにありますけど、平成17年のところのちょっと下の方に2行目にございますけれども、その中で、生命科学データベース統合に関する調査研究ということで、遺伝研の大久保さんを中心に調査研究が行われております。で、これも詳しく紹介する時間ございませんけれども、データベースの統合はなぜ必要なのかという背景の、いろんな考察、それから、国内外での制度なり、動向というものが調査されまして、それで最終的に、まず、ルール作りが必要でしょうと、データの共有、それは研究者の意識って話もございましたけども、税金でやられたものに関するルール作りが必要でしょう、それからそれを、そういうものをどこかに、受け皿としての共有するんであれば、受け皿としての国の、そのアーカイブとしましょうか、レポジトリするといいましょうか、そういうものの機関が必要でしょうという報告が出ております。で、この、大久保さんの調査によりますと、ここにありますように、アメリカ等ではその大型の研究が行われ、大型 の, そのインフラ作りを目指したような、先ほど申しましたデータ作りを中心とした国家プロジェクトですね、そういうものは受託機関が、政府のデータレポジトリに生データを置きまして、それが義務付けられていると。それを皆さんが自由にそのデータを使って、研究すると。で、そこにはバイドール法の精神が生かされるというわけですけども、我が国の場合は残念ながら、委託研究を受けた人がそのデータを、そのまま抱え込むことが許されるような構造になっていて、なかなかそのいろんな多数の人がそのデータにアクセスして知恵を出すということが難しくなっているんではないかというようなことが、報告の中で言われております。で、こういうような今申しました内閣府の動き、それから、
今の調査報告を受けまして、文科省の中での取り組みをご紹介しますと、その統合データベースプロジェクトを始めた方がいいということ、それの受け皿として今私のおります、統合データベースセンターっていうのが、19年の4月に設置されております。でこれはその、今この18年のこの報告書、文科省の中の報告の中に少し触れられた話を、少し最近のものにアップとしたものでございますけれども、国際比較としてはこういうことになっておりまして、我が国にいくつかその大きなデータベース、あるいはデータバンクといいましょうか、そういうものがあるんですけども、なかなかそれが、まとまった形になってないと、もちろんその欧米に比較して予算的にも人員的にも少ないんですけども、でもこれ全部足し合わせればそこそこその対抗できるはずなんですが、なかなか対抗できないということで、先ほどご紹介のあったように日本でもこの NCBI にあるいはヨーロッパの EBI に相当するものを作っていこうという観点から、まあ、私のおりますセンターができている。から欧州とかそのアメリカ等の動きに関しましては、ちょっと小さくて恐縮ですけども、下の方に書いてありまして、例えばヨーロッパですとエリクサーというようなプロジェクトで、欧州全体のインフラを作っていこうというようなことが言われております。でこれはもう、小さいですけども、文科省のライフサイエンス委員会の報告書に載っておりますので、興味の方はご覧ホームページで取れると思いますのでご覧いただければと思います。でそういうような背景がございまして、統合データベースプロジェクトというのはスタートし、今から4年ほど前にスタートいたしました。で体制はこうなっております。これは非常にいくつもの日本の代表的な機関が入っておりますので、そういう意味ではオールジャパンということが言えるんですけども、ただ何度も申し上げている、日本の中には明確なそのデータをどう共有するかという制度とかルールがございませんので、ある意味ではこれなかなかまとめていくのは難しい。オールジャパンとはいえ、逆に言うと、なかなかこの羽毛の衆じゃありませんけど、そうなってしまう可能性もあるということでございます。でプロジェクトの推進方法でございますけども、ここにあるような感じで、公共、できるだけ公共財としようとかですね、統一的な操作ができるようにしようとか、統合はあくまでも手段であるとかですね、こういくつかの観点で、プロジェクトを進めております。時間の関係でもうざっと省略しますけども、ざっと紹介するだけにいたしますけども、ここにあるように、統合データベースって言うとなんとなくどっかにあるものを一箇所に集めればいいっていう感じなんですけども、いろんなアクティビティをしないと、いわゆるライフサイエンスで使えるようになりません。その中にあるものがここにいくつかざっと書いてるところでございます。上の方がなかなかその簡単なようで、先ほど何度か申し上げておりますようにルールがなくて、まあ、苦労してたりいたします。でその後にもいろいろ、まあここにあるようなですね、フォーマットの統一化、国際連携も含め、解析ツールの部品化等も含め、いろんなアクティビティをしております。でこの中で一番上のアクティビティといたしまして、最近少し進歩したことをご紹介しますと、ここにありますように文科省のライフ化でのプロジェクトに関しましては、その赤線で引いたところにですね、公募要領に、データが出るようなプロジェクトはそれをちゃんと、どこかに提供しなさい、もう具体的には私どものセンターに提供しなさいとかですね、いくつかの文言が書いてあります。これは必ずしもその公募要領だけですので、契約書に書かれているわけじゃありませんので、あくまでもまあ努力目標ではあるんですけども、まあ、こういうことでも少し進歩しつつあると。でこれをライフ化としてはもう少し広げていきたいということを言っているようで、そういう意味では日本のライフサイエンスのプロジェクト、徐々にまあこういう方向に動いているのかなというふうには思います。であと私どもが、やっておりますサービスで、いくつかもう雰囲気だけお伝えしますけども、いわゆる横虫検索、横断検索というものが日本のデータベース、あるいは欧米のメジャーなデータベースを中心に検索できるようなことができておりますし、それからアーカイブサービス、日本でいろんなプロジェクトで作られたデータベースを統一的なフォーマットで、統一的な権利関係で、具体的には CC BY ですけども、BY アトリビュートですけども、そういうものをで表示して統一的なフォーマットを出すことによって、皆さんが自由にその、マッシュアップというんでしょうか、そういうことができるような感じに進めております。それから、あと統合 TV というものを作っておりまして、これはツールの使い方なんかを、あるいはデータベースの使い方をやるものですけど、その中にはいくつかそのこういうようなシンポジウムの、開催の動画も載せておりまして、先ほどレッシグさんの話ありましたけど、私ども昨年の10月に、ローレンス・レッシグを呼んでそのこういうようなシンポジウムをしましたので、その時の動画などもですね、彼のありますので、もしご興味があればこの統合 TV というところをクリックしていただければ、こういうものが見れるようになっています。これ先ほどご紹介いただきましたけども、こういうホームページを作っておりまして、この中から今言った統合 TV などいろんな横断検索などいろんなツールが、使えるようになって、まだまだ、不十分でございますけど使えるようになっているということです。
で、ステップとしてはこういうことでカタログを作り、ツールの使い方を作り、それから統一的な検索と、それから最後に知識発見に行くというステップで行っております。で、それに伴うためのそれをすること技術するための技術開発もいろいろ行っておりまして、認証を始まりまして、文献がウェブサービス、ワークフロー、それから先ほど申しました統合的な不統一フォーマットによるデータベースの公開、それから国際標準化、ウェブサービス、ワークフローとの標準化等をやっております。それから辞書の開発、これは生物学の分野で遺伝子名なんか簡単に辞書がありそうに見えるんですけど、実はなかなか表記が難しくて、いろんな分野でいろんな名前付けがされておりますので、そういうものを解消するとなかなか大変でございまして、シノニムがあったり曖昧性があったり、やら表記のバリエーションがあったり、こういうものを吸収するような辞書とかプログラムを作っていかないとなかなか統合が困難でございまして、こういう活動もしております。で、こういうようなことを踏まえて今活動しておりまして、私どものプロジェクトあと1年間残り1年間なんですけども、我が国にあるメジャーな250、先ほどもうちょっと大きい数に今なっておりますけども、そういうものを全部、所在情報だとか横断検索でありますとか、あるいはコードの検索、こういうものを進めていって、で文科省のものを中心に進めていって、最終的には4省庁統合のデータベースを作りたいというふうに考えております。で、現在その動きがいくつかございまして、こういうふうに、文科省と経産省のデータベースの相互乗り入れでありますとか、厚労省のデータベースの取り込みでありますとか、そういうことが進められております。で、先ほど総合環境会議の話をいたしましたけれども、ライフサイエンスに関しましてはデータベースセンターを作るという方向で、今その文科省の私のおります、プロジェクトと、それから JST の BARD というプロジェクトがございまして、これを2つを、来年から一緒にしていくと。で、まず暫定的に3年ぐらい走らせて、その後26年から、どこに作るかまだ決まっておりませんけど、本格的な、統合データベースセンターを作っていくということで、内閣府で、動くというようなことがライフサイエンスの場合は進められつつあります。一応そういうロードマップができております。さて、最後なんですけども、今後の課題としまして、今この新センター、あるいは暫定的なセンターをどう体制を作るか、各省との連携をどう図るか、それからデータの共有の促進をどう進めるかということで、今日お話しませんでしたけれども、ゲノムの場合は、ヒトゲノムの場合は個人情報の観点がございますので、そういうものとのバランスをどうするか、から長尾先生おっしゃってましたけど、こういう公開することが公益にどう関係するのかということの議論もしないといけません。それから技術的な課題といたしましては、今日はあまりご紹介できませんでしたけども、非常に大量のデータということで、何テラ何ペタという大きさでございますので、データの格納や転送ということに関しましてもなかなか難しいもの、検索に関しても難しいものです。それ以外にもちろん、その規格化されてない、構造化されてないデータとか知識をどう扱うか、あるいはデータとデータを組み合わせた時に、その品質管理、あるいは由来追跡管理をどうするかということが今後の課題じゃないかというふうに思います。最後の1枚ですけれども、こういうことで今ライフサイエンスのお話をいたしましたけども、当然、他のプロジェクトの連携、あるいは他の分野との連携共同補助ということが必要だろうと思う。一つの例としまして、東大に学術統合化プロジェクトというのがございまして、これは前の総長の小宮先生が始められたものですけども、人と地球と宇宙と、まずこの4つでその統合化を図らないといけないだろうということで、残念ながらこの小宮先生が構想の4つあったんですけど、最初の2つだけで、終わってしまって、一番上は私が、担当してます、この後喋りますプレーネスさんがいろいろ活動してますけども、こういうものがございます。で、当然こういう状況でございますので、これは東大の一つの例でございますけども、分野を横断する形での課題の洗い出し と、それから連携をどう図っていくかと、これはもう技術的制度的な問題でございますけど、そういうことがこれからの課題かなというふうに思っています。以上でございます。どうもありがとうございました。